は。ジャルカスの丸渡です。大畑です。三浦です。日本はいろいろな国とやり取りして輸出輸入をしていますが、私たちはそういった航空貨物を安全に、そしてスピーディーに皆さんの手に届くように、また日本から世界へ物を届けるサポートもしています。私がこの業界を目指したきっかけは、飛行機や空港が好きで、その好きな空間で働きたいと思ったからです。こちら経済においても非常に厳しい環境が続いておりますが、私たちは航空貨物、郵便を通じて皆様とつながれているということを気に感じております。今年は空の日、残念ながら皆様にお会いすることは叶いませんでしたが、また次回以降、関係ある空の日イベントで皆様とお会いできますことを社員一同心よりお待ちしております。次はジェットスタージャパンさんです。ジェットスタージャパンさん、厳しい状況が続きますが、一緒に関西空港に戻りましょう。それではよろしくお願いします。